皆さんこんにちは。選挙用品 .com 田村亮です。必勝選挙チャンネル始めたいと思いますが、本日のテーマは A4 のビラにどれだけのボリュームの情報を詰め込むべきかということについてお伝えしていきたいというふうに思います。これはですね、結構伝えるのはですね難しいところもあるんですけれども、よくですねこの A4 のビラというものでですね、これだけのサイズがあるからここに好きなだけ情報を盛り込めるかというとですね、やっぱりそうでもないわけなんですね。この A4 サイズのビラに適切なその情報量というのがやっぱり一つあるのかなというふうには考えています。これは選挙のみならず、政治活動のみならず、例えば商業のですね、例えば商品 PR のビラであるとか、そういったものについてもですね、やっぱり適切な情報量というのはあってしかるべきなのかなというふうに思います。でですね、このボリュームっていうのはじゃあどれぐらいのボリュームが適正なのっていうことについて、なかなか答えを持っている人というのはいないと思うんですけれども、今回はこれを経験則上ということでですね、導いていきたいというふうに思います。で、よくヒントになるのはですね、それに近い答えなんですけれども、例えば文字の大きさは小さすぎると、お年を召した方とか読みにくいので、12ポイント以上の文字を使いましょうとかですね、じゃあその文字で書き切れるだけの文章を全部書き切っていいのかというとですね、なかなかそれはそうでもないわけですね。ということで、これが結論なんですけれども、A4 のビラに入れるべき情報量というのはどれぐらいが適正かというふうな答えです。これはですね、両面をこうババッと読んでみて 2,3 分で内容が理解できるボリューム、これがですね、A4 ビラのですね、適正なボリュームなんではないかと、私の方は、これ持論なんですけれども思います。2,3 分で読めるということで、この読みやすさっていうのももちろんありますし、読めるだけの文章量っていうのもあります。またお写真でそれを補うというふうなやり方もありますが、これ得てしてですね、この A4 のビラというのを両面こうピラピラと見てみたときに、2,3 分、これがですね、5分かからないと読み切れないとかですね、10分かからないともうちゃんと理解できないというものですと、そもそもビラとしてですね、やっぱり入り口として読んでもらいにくいというふうなことがあります。2,3 分程度というとですね、そんなに多くのですね、情報を載せられるわけではございませんけれども、ただですね、この A4 のビラというのはですね、例えばポスティングをすれば、ポスティングでこう見てもらってからですね、ゴミ箱というかですね、そこに捨てられてしまうという確率も高いんですけれども、そこに行くまでにですね、やはりそこでですね、アイキャッチとして、なんかちょっと気になるぞと、見てみようかなと思っていただいた時にですね、そこも仕掛けする必要があるんですけれども、2,3 分でこの情報が読み切れるぐらいのですね、情報量としてですね、提供してあげるといいのかなというふうに思います。本日はですね、A4 の政治ビラのですね、ボリューム量というのはどれぐらいが適切かという一つの持論ということでですね、2,3 分で両面読み返せるボリュームがいいんではなかろうかというふうなことを申しておきたいというふうに思います。これは経験則上という部分で、あまり科学的な根拠はないかもしれないですけれども、反応は明らかにいいと思いますというふうな部分で最後補足させていただきます。以上、必勝選挙チャンネルでした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。